今回のテーマは、幸せであるために、あるいは幸せで居続けるために何ができるかっていう話です。で、まあ、やり方はとてもシンプルで、まず、まあ、人はいろんなものをいつも何か感じてます。楽しいなとか、ワクワクするなとか、嫌だなとか、もう本当いろんなことを感じてますよね。で、自分だけじゃなくて、まあ、第三者とか第、まあ、他の人がいたら、まあ、面倒くさいってなったりとか、まあ、ワクワク、まあ、これも同じくワクワクするなとかっていうふうに、まあ、いろんなものがこう日々あります。もう起きるのが面倒くさいっていうのも でもいいです。で、幸せであるっていうのは本質的に自分が幸せであろうとする生き方ができるかどうかなんですね。幸せであろうとする生き方って何言ったら、幸せを感じる生き方なんです。幸せを感じるって何ってなったら、まあ、さっき言ったワクワクとか楽しいとか温かいとか、そうだな、綺麗だなとか、嬉しいなとか、言葉は様々形を変えますけど、その共通項としては幸せであるということ。私は幸せって言ってます。別にどんな言葉でもいい、愛でもいいし、光でもいいし、何でもいいけど、完全なる善みたいな、そんなイメージだと思っていただけたらいい。で、それを感じるような、あるいはそれを目指しているような日々を過ごすことが幸せでいられる、幸せでいる生き方になるって思ってます。で、まあ思ってますっていうか、まあ実際そうなので、思ってる思ってないあんま関係ないんですけど、で、じゃあどういうふうにしたらいいか。まあポイントは、感じたことに対してまずは素直に受け入れちゃう。何を素直に受け入れるかっていうと、楽しいなって感じたらもう楽しいでいいんです。でもなんとかかんとか、でもこのなんか、例えば食事を食べた時に、食事食べに行った時に美味しいなって思ったらもう美味しいでいいんです。でも何々と比べてるとちょっと落ちるかなみたいな、そんなんいらない。美味しかったら美味しい。何かと比較することで急に幸せ感ってなくなるんです。そして鈍くなるんです、幸せ感自体が。いろんなもの、もう目の前のものがいいだったらもうそれでいいのに、それしかないのに、過去の経験とか自分が持ってるものとかで、いやでもねみたいな感じになると、幸せ感っていうのはどん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 落ちていく。しかも自分が落ちていくだけじゃなくて周りも落ちていくので、もうすごく厄介なんですよね。だから綺麗だなとか嬉しいなとか、もう単純にそれだけでいい。で、その感じたことを感じたまんま、ワクワクとか、ああ嬉しいなとか、ありがとうとか、もうそれでいい。それを、そういうのを感じたらそれを大事にする。あるいはそういうのを感じたら、例えば、あ、旅行行きたいな、楽しい旅行に行きたいなと思ったら、じゃあ楽しい旅行を企画するんです。でもすぐには行けないなとなったら、じゃあ行けるように準備を進めていけばいいんです。今できないといけないわけじゃなくて、その楽しいとか嬉しいとか幸せとかに向かっていけるようにしていけばいい。そうだな、来年どっかに行くみたいな感じでも全然構わないんです。必要なのは自分が感じたことをさらに盛り上げていく、高めていく。そうするときっかけは小さな幸せかもしれないけど、どん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 高まっていくんですよね。だから幸せであり続ける。で、次にもつながっていく。本当、こう楽しいとかワクワクとかっていうのを自分で押し殺さないようにすること。だから何かを感じたらそれに乗っかっちゃうっていうのが、まあ、まず素直に受け入れるというポイントになります。で、もう一つ、めんどくさいなとか嫌だなとか感じた時、これも素直に感じてますよね。だからもう感覚なんだもん。だるいなみたいな、みたいなのもあると思うんです。それはそれでいいんです。で、ここで自分に問いかけるんです。それは愛があるって。愛でも何でもいいんだけど、愛っていう言葉が一番言葉としては強い意味合いを持つので、影響あるじゃないですか。愛してますよって言われたら、とか、いや、って言ったらあれですけど、まあちょっといろいろこう重い感じがしますよね。言葉、単純にあといいだけなのに、言葉として非常に重いわけです。重いということはそれだけ強い影響力を持ってる。なので、その受け止め方は愛があるっていうふうに自分に投げかけると、めんどくさいなっていうことに対して、あ、これは愛がないなってなるときにはなるんです。じゃあどうしたらいいっていう。そしたらもうね、投げかけられた、何かやってって言われたことに対して、
愛を持って受け入れるって受け止めるってなればまあ手伝うだよねみたいな、そんな感じに切り替わっていくんです。起きるのめんどくさいなって例えばなったとするじゃないですか。それは自分にとって愛があるのっていうふうに問いかけてほしいんです。そうするとたくさん寝るのは自分にとって愛があるよねっていう考え方もあれば、そういえば今日なんか用事あったよなっていうか、ちゃんと起きて やった方が自分にとってはそれは幸せにつながるよな。どっちも幸せ、このまあね、起きるのめんどくさいなっていうのはどっちの幸せもあるもんだから、だからどっちの幸せをとってもいい。だけど愛があるっていうふうに自分に投げかけることによって考えるんですよね。反射的に反応するんではなくて、その考えることによって自分に必要な幸せの道をこう気づきやすくしてくれる。だからすごいシンプルなんです。愛があるって自分に問いかける。何か頼まれた時、何か言われた時、何か反応した時、あ、じゃあ反応しそうな時ですね、にその反応の仕方は愛があるだろうか、自分は愛を持ってちゃんと接してるだろうか、ただそれだけなんです。それをまあバカらしいなって思うのも、もし思ったらそれって愛のある受け止め方なのって。愛って本当便利ですよね。愛は完全なる善だと思っていいです。完全なる善って何って、まあ愛が何かに否定されるってことがないからなんですよ。光もそうです。光には闇があるでしょって言うけど、光ったら闇ないんです。ただそれだけ。だから完全なるものっていう風な理解での方が分かりやすいと思うんです。なんで愛かっていうことに対して愛っていう風に投げかければ、そこで曇ってたものが全部取り払ってくれるっていうことになるからなんですよね。実際自分が迷った時に愛があるかなって考えれば、納得できるかどうかは別にして道は明確になるんです。あ、こうした方がいいよねとか、これはしない方がいいよねって、それってすごくこう分かりやすい。だから幸せであるっていうことと愛があるってことは実は同じなんです。だってどっちも自分にとって全てを認めてくれるような、生かしてくれるような感覚だから。だからこう幸せでいたいなとか、幸せになりたいなっていうね、幸せになりたいっていう風な状況って人様々あると思うんです。でもその様々あるっていうものに惑わされなくて、普通に自分の中にある幸せ、そこから愛を広げていく。いや愛って言い過ぎだな、うん、この愛愛愛愛って言ってるとこううさんくさくなるからあんまり好きじゃないんですよね。こう受け止める人によって、特にそのあそうだよねっていう風になる人は別にいいんです。でも何この人言ってんだろうってなる人っていうのも当然いらっしゃる。だから結局シンプルに言うしかないんですよね。条件設定があります。幸せでいたい、幸せになっていきたい人にとっては素直に受け止める。で嫌な感じがあるんだったら、それは愛があるだろうかって問いかける。ただそれだけで勝手に幸せになっていく、幸せの選択をしていきます。まあ、シンプルですね。そういう感じでこう幸せを求めていっていただけたら分かりやすいかなって思います。でそこに関心がない人はまあ別に大して重要じゃないので、もスルーで、お願いできたらと思います。以上です。